PZLP24 PZLP24 プロトタイプ PZLP24 は1930年代中盤にワルシャワの PZL 工場にて開発されたポーランドの戦闘機である複数の国へ輸出されたがポーランド国内での使用はほぼ皆無であった PZLP24 はジグムントプワフスキによってデザインされたが1931年の クワフスキの墜落事故死後、ウズイオロッド・ジャキミュウクによって完成に至ったガルツバサが特徴の p 十一を輸出用として並行開発された全金属製単用戦闘機である。元となった p 十一はポーランド国内でライセンス生産されたブリストル飛行機製マーキュリーエンジンを動力としていたが契約上輸出が禁止されていたためフランスのノーム・エローヌ社が 自社のエンジンを P11 に搭載してフランス空軍に売り込むことを提案しこれが採用されたプロトタイプの初号機となる P24I は760馬力のノームエローヌ 14KDS エンジンを搭載し1933年の5月に初飛行を行ったスーパー P24 と命名された2号機となる P24 普通は星型エンジンを動力とした戦闘機としてボレスワフ・オルリンスキによる操縦のもと当時の世界最高速記録を打ち立てたこの機体は1934年のパリ航空省で展示され当時として最速であるとともに戦闘機として世界で初めて機関砲を装備していたため大きな話題となった反面当初の目的であったフランス空軍への売り込みは フランス国内メーカーからの強い反発があり、失敗に終わった。その後、同時期に、ポーランド空軍が、自国運用を踏まえた P11 の新型である、P、P11C を開発していたため、パイロットの視界を確保するために星型エンジンの搭載位置をやや下へずらすなどといった胴体の回収が、P、P24 にも施され、胴体後部に関しては、 P11 c と同一になるなど、並行開発の恩恵をフルに受けていた。また、P11 c とは異なり、930馬力のノームへ、ローヌ 14KFS を搭載、全天候型の密閉された、コックピット、20mm 機関砲2丁と、機関銃2丁が装備されるなど、より実践的な機体として熟成されていった。この機体は、 スーパー P24 ビスと命名された、プロトタイプ3号機、P24-3 として1936年に初飛行し、飛行実験をベースとした回収がされた後に、P24A として生産が開始された。また、機関銃を4丁装備した P24 バイト、機関銃4丁と 50kg 爆弾2個を装備した、P24C が追って生産された。 P24D は、ハンガリー空軍からの発注を踏まえた機体であったが、トリアノン条約上、ハンガリーに対して第一次世界大戦後の軍備に関する厳しい制限が設けられていた点を加味して1935年に、ハンガリーからのライセンス購入要望を、ポーランド政府は見送っており、後に、ハンガリー空軍が、イタリアのフィアット CR32 を購入したため、 開発は中止された。P24E は、AP24E として、ルーマニアの絵によって、ルーマニア国内にて、ライセンス生産された。最後に生産された2機種は、P24 回と P24G で、1937年から、ノームエローヌ 14N07 エンジンを搭載して、生産された。両機種とも爆走が可能であったが、p 十四 e は、 機関銃を4丁装備していたのに対し、P24 回は、機関砲と機関銃を、各2丁ずつ装備していた。機条論で終わった P24H は、自国への販売を目論み、機関砲を4丁、もしくは機関砲と機関銃を、各2丁装備し、1100馬力のノームウェローヌ 14N21 エンジンを搭載するはずであった。しかし、すでに運用が開始されていた。 PZLP-11 との兼ね合いや理論上はより高性能とされていた P-50 の開発が開始されていたため開発は一時中止となり第二次世界大戦の勃発と伴って再開は実現しなかった。自国の空軍が運用した P-11 と比較して様々な面で性能上位であったにもかかわらずドイツによる ポーランド侵攻の国土制圧が予想以上に早かった点も多分に影響し確認されている限り自国外のみでましてや連合国と数軸国の両陣営において戦果を上げた珍しい機体と言えるただし当初から輸出を踏まえて開発されていた点からすると忠実にその役目を果たしており武器輸出による国内経済活性化を試みた 当時のポーランド政府の先進性が伺える。ギリシャ空軍の PZLP-24FG1940 年機体のレイアウトは至って一般的な高翼機であり全金属製であった。良好な視界を確保するため主翼はガル翼で胴体に近づくにつれて薄く作られていた。この構成はジグムント・プワフスキによって開発され、 クワフスキ翼、または、ポーランド翼と称された。プロトタイプ以外のキャノピーはすべてクローズドで、火災時に投下が可能な360リットル、内蔵燃料タンクを装備していた。降着装置は固定式で、お足は車輪でなく、スキッドであった。固定武装は主翼に収められた、エリコン FF20mm 機関砲と、 コルトブローニング 7.92mm 機関銃の組み合わせであった。爆走は P24A、P24 バイトが 12.5kg 爆弾、X4 発、P24C、P24 回、P24G が 50kg 爆弾、X2 発。現存する唯一の P24 は、 トルコの博物館にて展示されている機体だが、一般に公開されている写真からは、複数のシリアル番号が確認でき、撮影場所も立地的に離れているため、現存する機体が複数あると推測されがちである。しかし、イスタンブール航空博物館にて、保存展示されている機体が再塗装された際に何度か、異なるシリアル番号を塗装されていた点と、 ファイバーグラス製の原寸レプリカが少なくとも1機、トルコ国内の博物館で点々と展示されていた点から生まれた誤解で、実際には1機原寸するのみとされている。ポーランドの模型メーカー数社が製品化している。1、48スケールでは、特にミラージュホビーのキットが決定版とされているが、ミックスメディアキットであるため、制作には、 ある程度の熟練度が必要であり、上級者向けと言える。1、72スケールでは、アンコール製のものが多いとされている。しかし、両スケールにおいても人気が高い機体とは言い難く、どちらかというと、かなりマニアックな部類に入る。ありがとうございます。